はい、皆さんこんにちは、マジンコと渋川南波です。本日の講義は町選択についてです。まあ、町選択ということは、まあね、町をいろいろ選べるということですが、まあ、その時にどう考えて選択をしていくかというお話をしていきたいと思います。それでは早速こちらをご覧ください。まあ、トップ目です。まあ、今回は展望状況あんま関係ない話なんですけど、まあいい手ですよね。この手だと、まあトップ目とはいえ全部頑張ると思います。それでは早速進めていきましょう。ちなみに、まあ今回関係ないんですけど、この手でウーガンとか3ピルとかパーピンはもう全部泣いていきます。単4アカンかの5800で吉の構えでいきましょう。で、これでもいいシャンテになりました。早速するとここでローワンを引いてきて、まあパーピン切るかウーワン切るかですが、まあね、3ピンとかポンした時にね、スッチーワンの方が単4を確定するんで、ここは基本当然のウーワン切りです。そしてこう進めていきますと、まあこの手がなかなか進まないと。そしてリーチ、ここで進まないままリーチを受けてしまいましたと。どうしようかなとなって、まあここで押すか引くかなんですが、よく見ると安全牌がないので当然ロースは押します。はい、ここですね。テンパイしました。チーピンを切ると3ピンパーピンシャンプー、パーピンを切るとローキューピン。さて皆さんどっちに受けますか。さ、普通ならもちろんローキューピンなんですけど、これよく見るとね、キューピンが3枚ポンポンポンと切れていて、ローキューピンといっても実質ローピン待ちぐらいしかないんじゃないかと。で、まあシャンポンは4枚、ローキューピンは5枚。さあどっちを切るか、まあ考えてみてください。じゃあこれは、まあ、正直に言うとどちらを切ってもそんなに大差はないと思うんですよ。なぜならどっちがいいかよくわからない。ただどう考えて打つかが大事なんですね。じゃあ僕の選択はと言いますと、これなんとこうしました。チーピンを切ってリーチで、このチーピン切りリーチの理由を考えてみましょうという話ですね。まあ、まず第一に、まあ、チーピンとパーピンの危険度はさほど変わらない。なのでピンの何も入れてないんで、まあ、分からない。どっちが危ないか。なので、まあ、危険度は除外して考えます。そして、まあ、一つ言えることは、ローキューピン待ちが僕はかなり弱いと思ってました。なので、まあ、キューピン3枚パンパンパンって切れていて、まあ、キューピンもう1枚あるかもしれないけど、ローピンの所在がもう本当に分からないんですね。全然分からない。で、まあ、3ピンパーピンだと、まあ、キューピンがいっぱい切れてて、チーピンも2枚パーピンも2枚見えてるんで、パーピンは期待値が少し高いと思ってました。比較的3ピンはもちろんわからない。じゃあなぜチーピンにしたかというと、しかもリーチにしたかと言いますと、これ闇点にすると、まあ2ピン数ピンの手代わりありますが、僕はこれリーチをすることによって他の2人困りますよね。二間リーチになると、そうしたらもうチーピン頼っちゃいますよね、現物なので。でこのチーピンが仮に4枚見えると、次はもうチーピン4枚見えたんでパーピンを頼ってくる可能性が結構ある。なのでここはもう早く二間リーチにして2人を追い込んで、チーピンを4枚見せてパーピンの出上がり率を上げようと思ったんですね。これがシャンポンの利点なんですよ。シャンポンの場合ノーチャンス、チーピンが4枚見える、もしくは数ピン4枚見えた時に3ピンパーピンが結構盲点になりやすいんですね。ただしローキューピンにするともう普通の両面です。これはもうノーチャンスになるわけがないので、ローキューピンだとおそらく降りてる2人から出ることはほとんどありません。ただしシャンポンにしとくと、まあこれ、まあチーピンが全部見えた場合で、例えばウーピンの缶が入ったり数ピンの缶が入ったり、数ピンが通ってスピ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 って出た場合とか、いろいろな場合で3ピンパーピンのポロリの可能性があるなと思い、ここはリーチによって他の2人を完全にいけないとさせて、ノーチャンスが出た時にワン、もしかしたら上がれる可能性を残しました。これはね、つまり先制リーチで僕はシャンポンにする予定でしたね。むしろ先制リーチの方がちょっとやりやすかったんですけど、全員で降りてチーピンが出てくる可能性が高いと思ったんで、追っかけリーチだったんでちょっと迷ったんですけど、まあ待ちの良さがあんまり変わらないだろうなと思って、これはシャンポンにしました。まあ、今回の肝は待ち選択に迷った場合はシャンポンにした方がいいということですね。なぜならシャンポンにすると2つの待ちがノーチャンスやワンチャンスやなって、偶発的に詰まった人が出る可能性が高くなるからです。で結構カンチャンとシャンポンで迷ったらシャンポンにする人が多いと思うんですけど、それは
おそらく無意識に分かってるからかは分からないですが、まあ理屈付けするとそういうことです。なので、まあ両面とシャンポンで迷った場合は僕はほとんどシャンポンにしますし、皆様もそうした方がいいと思います。これがね、もちろんキューピンが全然出てなかったらローキューピン一択なんですが、まあ、キューピンいっぱい出ててあんまり差がないなと思った場合はだいたいシャンポンにしてる方がいいことが多いです。僕のね、出ている僕の原作して、東廃原作というのをしている漫画キリンジゲートという漫画でも、まあ、キリンジゲートの前編のキリンジなんて鉄泣きのキリンジという漫画なんですけど、それでもシャンポンは読めないというセリフも出てきたぐらい、シャンポンは僕も読めないと思ってるんで、シャンポンは迷った時はおすすめします。では以上です。ありがとうございました。